ですね。まだ調子が上がるの。止められない。すげえ。ああ、うまい。ですね。まだ調子が上がるの。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、なんとすごい方が来ています。時吉さんです。どうぞ。よろしくお願いします。市川駅徒歩3分のところで、はい、テーブルテニスジムラビエスというのを経営しております。今あそこで必死にママさんと子供たちと一緒に卓球を頑張ってます。トキさんフォアドライブってどういう感じで出してるんですか、はい、そんなに上手いぐらい威力で出してるんですけど、はい、どうやってやってるんですか、体を全身使って、はい、やっぱ打つっていうところに意識を持っていて、体重移動、はい、右から左の体重移動をしっかり使う、はい、でその力を使った勢いで腕を振っていって、はい、さらにスピードをなるほど。じゃあ、例えばこう手っていうよりかは、はい、まずこっちの体の方から行っていただくという感じなんですよ、ね、体をこう、はい、しっかり入れて、はい、その後に腕を振って、はい、全力でいく感じです。全力でいく全力でいく感じですですね。まだ調子が上がるの。止められない。少し先端を相手の方に向けるようにして打つことを意識してやってます。こう、はい、そうするとやっぱりこうブレが少なくて当たりが強いですね。なんか調子が上がるの。止められない。使い方で言うと、はい、ちょっと親指の方、親指の方、はい、にこうタメを作る感じで、親指側じゃなくて、はい、こう親指の方でブレーキをかける。めっちゃ大事ですよ。だからやっぱ足使ってってよく言うけど、はい、そのざっくりとそうですね。なるほど、親指使うんですか、ね。はい、親指のこう足首、はい、のところを使ってそこでためて、はい、その勢いを体に伝えていく。だから時吉さんの爆発的なフォアハンドが。それが秘密だったんですよ。ですね。まだ調子が上がるの。止められない。はい、瞬間的な打つ前に少し、はい、まあ若干ですけど、はい、少し開いてから先端を向けるっていうところが、あ、さらに勢い出すときには必要なところです。なるほどなるほど。いや、なんかこっからこれだけだと、はい、私もこれなんですけど、ここまでこれがなんで全然少ししならせるという、ちょっと開いてそこからそういうことになってたんですね。しならせて前に向けてあげると、全然こっちさらにそういうことスピードが出ます。Thank you.
ですね。まだ調子が上がるかな。止められない。よかったらちょっと止めてもらって。ちょっと電話してくれ。はいはい。よし。ラストお願いします。これはすごい。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。